おはようございます。3月31日第220回ポコナカワイアニマルラジオになります。今日はね、キャリコ南石亀になります。いやだいぶでかいですよね。もともとでかい個体だったんでねすいません、もう花粉がねまだ残ってるんですいませんね、でかすぎちゃうんでちょっと水槽でね大暴れでよく見えないんで、ちょっと、うまくやらないとサムネにもならないなと思うんですけどね。頭がねもっと普通の色をしていたんですけど、なんか色が抜けてきてる感じですね。で首の近くの色が抜けてるところは黄色くて、頭は薄い感じになってきました。手足もね、まあ粒子みたいになってきましたね。こんなに手は白かったかなって思うんですけど、でこれもぼやっと色が抜けてる感じで、まあこの感じだとなんか皮膚が真っ白になっちゃうのかなっていうような、カメですね。僕は南石亀は結構早い段階にちょっと気になりだして、いろいろ飼ってみたんですけど、ね、パステル飼ってみたりとか、まあ、ベトナムのやつはね、2系統上いて、でなんか1系統はもしかするとね、南石じゃなくなってしまってるんじゃないかっていうようなことを書いている人も海外とかでいるんですよね。まあちょっと正直どうなってるのかよくわからないんですけどね。でこいつは結構でかくて、あこれベトナムなのかなと思ったりするんですけど、まあ、よくわかんないです。色が薄いんですよね。甲羅の自色の頭も、まあ、頭は抜けてきたんでね、なんとも言えないんですけど、でサイズも結構あってっていう感じです。まあいろいろ買ってきてね、面白いなと思って、琵琶湖のやつも買ったし、八重山も買って、まあ八重山今もいるんですよね。でそういうんでいろいろやってきましたが、まあこの亀すごいね、良いというか、なんていうか、まあ元気だし、丈夫だしっていうんで、で、もともとはまあ僕色変わりが好きだったんでね、パステル買った時に、いや次は粒子、パイドって思ってたんですけど、なかなか買えないでいて、で粒子はまあ買えなかったんですけど、こいつがね手に入ったんでね結構満足しています。最終的にはねアルビノが欲しいんですが、アルビノはね南石のアルビノは本当高いままずっと維持してるんですよね。普通アルビノ個体だとね、あーうんこしちゃった、一気に汚れちゃいましたね。まあ、普通のアルビノ個体っていうのはどんどん増えていくので、基本的に値段が下がりやすいはずなんですけど、南石に関してはね、これだけ増やされているにもかかわらずまだ全然高い値段を維持してるんですよね。だいつかはアルビノと思っていましたが、多分そう思ってもほんと10年近く経ってると思うんですよね。まあ、ちょっとこれは手が出ないなと思いながら、まあいずれチャンスがあればねとは思っているんですけど、ちょっとうんこが出てね、一気に水が汚れてしまいましたね。まあしょうがないですね。で今もともと単独で飼育してたんですけど、もう別に南石の船に入れればいいやと思って、南石がいっぱいいるところに今入れてね、餌を競わして食わしてます。なんか数がいる方がね餌食いが上がるような気がするんで、まあその分ね傷を負ってしまったりとか事故にね、なるリスクがあるんですけど、まあこいつはちょっとでかいんでね、まあよっぽどオスに乗っかられたぐらいじゃ振り払ってしまうと思うんで、まあいいかなと思い買っています。本当ね飼い込むと美しくなるのはね例での通りでね、これは爪飛びというか、まあ指飛びに近いのかな、指飛び、おぎれ、タコなんですけど、まあすごい綺麗になってますよね。神々しい感じになってます。いや来た時こんなじゃなかったと思ったんですけどね、本当どういうあれで色がこの抜けてくるのかっていうのがメカニズムがちょっとわからないんですけど、おそらくね中国の人は、これがどうしてこういう風になるのかっていうのを知ってると思うんですよね。ただなんか一説によると、そのちっちゃい時はノーマル体色でそこから色が抜けてくるんじゃないかっていう説があって、なんで大量に飼ってるからこういうね、
欠損が出ちゃったり、まあ、正直ベビーでこの状態で生まれてきたらね、こんな欠損が出るような飼い方をしないよねっていう話をされて、まあ、それも確かにそうだなって思ったんですよね。だってもうこれだけ、まあ、南市の中でね、これが生まれてきたらもう確実に高く売れるのは分かってるわけですから、まあ隔離してね、1匹ずつ飼育したっていいような、綺麗さだと思います。ただそこがやってないとね、結構そういう B 品的なカメが出てくるっていうことは、小さい時はもしかしたら体色がノーマルなんじゃないかっていうね、説がちょっと聞いたことがあるんですよね。ちっちゃいサイズっていうのでこういう色してるのってほとんど見かけないので、何かあるんだと思うんですよね。まあ、あのハミルトンのパイドっていうのもいるんですけど、ハミルトンのパイドもなんかあの育っていくとね、途中から急にね色が抜け出すっていう不思議な、現象が起こったりする、ね、あの色彩変異個体っていうのがいるっていうのは知っていたんで、もしかするとそういう系統なのかもしれないなと、思っています。なのでこの系統で例えばね返すと何割かの確率、何パーセントとかそういう確率で出るのかもしれないですよね。まあ、あのカメじゃなくなるんですけど、エンドリケリーってあのポリプテルスエンドリケリーっていうね、生き物がいる、まあ、ポリプテルスにあれですね言ってくってもいいのかもしれないですけど、おそらくあれはね類代であの血が濃くなってくると、その系統によってはねリューシスティックの個体、白鉛個体が生まれる。でそれのパーセンテージがある程度出てね、一腹で何本か出るっていう、ね、もちろん産卵数のね多さがすごい生き物なので、まあ、それだから一腹で、ね、何本か出るっていう話になるんだとは思うんですけど、だそういうね、遺伝子のあれによって、なんていうんですかね、遺伝子がその血が濃くなったりとかそういうことをすることによってね、なんか色が出なくなったりするような、まあ、コンピューターとかのバグみたいなことが起こってしまうんじゃないかなっていうのは思っています。これがそれと、ね、同じなのかちょっとわからないんですけど、だ血を濃く、ね、すると色彩変異の、ね、個体が出やすくなるっていう、ね、話はいろいろなところで、だやっぱり良くない傾向なんですよね。だ本来血が濃くなってしまうっていうのは良くなくて、昨日ねあのとある人と姫匂いの話をしてたんですけど、まあ、うちがだいぶ数が揃ってきて、まあ、あとはオスだよねって話をしていて、そのオスだよねっていうところで考えると、まあ、あのオスが別のところから来た系統で別のところから来たメスとねかけて、でそれをあの知ってるねブリーダーの人とねあの子供を交換して、なんですかね、その血を入れ替えるっていう作業をちょっとずつしていきたいよねって話をしていました。まあ、これはやっぱりその仲間でねそういうのをやってる人がいると、系統別でねある程度見て、これは違う系統、これは同じ系統っていうので分けることができて、そこに違う血を入れることによってね、よりあの何ですかね、類代していく上でその血が濃くなるのを防がないといけない。ただまあ血が濃くなるとそういう個体が出たりするかもしれないですけど、まあ他にもね奇形だったり、まあ、発生しないシゴモリだったりとか、まあいろいろちょっとね弊害が出てくるんで。まあ、そう考えるとね、普通に血を濃くしないっていうのがいいんだと思うんですけど、ただ亀に関して言うとね、血が濃くなってやばくなるっていう代まで行くのに本当にすごい年月がかかるので、まあ長くやってるブリーダーさんっていうのはやっぱりその辺懸念していますけど、まあ僕みたいなペーペーはねまだ気にする必要がないのかなっては思うんですけど、ただ一応ね一定数外の血を入れるっていうのはまあ考えながらやっていきたいなと、ブリードするならねそういうふうに思っています。だそれに関して言うとね、ある程度はもう出自が分かっている個体をね、手に入れてそこに当てるっていうのが大事になってくるんじゃないかなと思っている次第です。で、まあ、話がねだいぶいろいろと移り変わりながら、まあ、好き勝手なことを話していますが、昨日ねそうそうあの川でまたね見つけて、見てもなんかちょっと僕はねあの判別がつかなかったので見てもらったらねリバークータンじゃないかなっていう話でしたね。結構大きかったんで、まあ捕まえることができたら面白いなとは思ってるんですけど、ただちょっとね川がのねあのまず土手に降りるのが大変で、でそこからねあの結構落差があるところの川のところにいるんでね、
よっぽど長い網使わないと無理なんじゃないかなとかいろいろ考えてはいるんですけどね、本当と捕まえてこようと思ってるんですけどね。で、まあ、赤耳が求愛してたんで、もしかするとね赤耳とハイブリッドになるのかなっていう話はする思うんですけど、まあ、なってたら面白いですよね。そういうね、あのとても面白い、感じの、川がありましたんで、あそこだけ亀が集まるってことは亀が多分過ごしやすい、水域なんでしょうね。まあ、他のところにもちょろちょろいるんですけど、まあ、バスキングができて水の流れが穏やかでっていうところなんだと思うんですよね。なんでちょっと近々ね、波を持って突撃しようかなと考えています。まあでかかったですけど、多分他のね赤耳がちっちゃいから余計大きく見えるっていうのもあると思うんで、なんだかんだ言ってねそんなに凄まじくでかいってわけじゃないとは思うんですけどね。ただ野生でどれぐらい育ってるのかわかんないですけど、野生に放たれてね、餌をそこでしっかり自分で見つけて食べて大きくなっているカメなので、まあ荒そうですよね。ということでちょっとね楽しみが、今年の夏の楽しみが増えてきたので、そういうのを考えながらね、いろいろ、まあ、川に行ってみようとして、春くんを連れてねやっていこうと思っています。まあ近場の川なんでそんなに面白いねネタがない。まあ本当はね捕まえたよとかだと多分また全然違うんでしょうけど、ただ行ったようだけなんでね、まあちょっとそういうのをね、まあいろいろプラスして、子供が大きくなるにつれてね子供と一緒に行動できる範囲が広くなってくると思うので、そうするとねちょっとずつ面白いことができていくんじゃないかなと思ってるんで、そういうこともね増やしていこうと。まあ、基本的には YouTube はね別に伸びなくてもいいやっていう気持ちでやってるので、あれなんですけど、まあ伸びたら面白いよねっていうのもあるんで、ね、伸びる方向性っていうのをちょっと考えながら手探りでいろいろやっていこうと考えています。なんでね、まあ、お付き合いいただけている皆さん本当にありがとうございます。今日横浜の設営行って、明日明後日横浜ということでね、両日とも僕はいます。今日はね僕は行って帰ってくるんでね、やっぱりカメのメンテナンスとかね、ちょっとその辺はね3日空けるっていうのはちょっとなんか怖いっていうのはいつもあって、今日帰ってくればまあ明日帰んなくてもね日曜の夜に帰ってきて、まあ日曜の夜も横浜なんて近いんでね、そんなに時間かからないで、帰ってきて対応できると思うんで、まあ時間がね、時間じゃないよ、今回はね普通に土曜日の朝多分早く起きれればいつも通りの、動画のスタイルで撮りたいと思います。日曜日はね多分あの静止動画のあれになりますけど、横浜でねどんなあれがいたかちょっと日曜日の朝はね話せるようにしたいなと思っています。ということでね、今週末も、ぜひご視聴よろしくお願いします。ということで今日は終わりにします。ありがとうございました。